歌手、俳優、タレント、司会者とマルチタレントとして活躍する湯原正幸さんの意外な家族の姿が話題を呼んでいます。息子は医師として活躍中という情報や、妻、荒木由美子さんとの家族の絆、そして母親の介護を経験した壮絶な日々まで、芸能界の第一線で活躍する湯原さんの知られざる素顔と家族の物語に迫ります。 今回は湯原正幸さんについて、ひかきの気になる情報をお届けします。この記事でわかること、子供は何人、息子の職業医者の噂、息子は結婚してる、奥さんは荒木由美子、湯原正幸の現在年収、自宅、表舞台とは異なる、家族に寄り添う湯原さんの素顔が見えてくる必見の情報です。ぜひ最後までチェックしてみてください。 コンテンツ、火で、1ユハラマサユキのプロフィールと経歴、2ユハラマサユキに子供は何人、3ユハラマサユキの息子の職業医者の噂、4ユハラマサユキの息子は結婚してるのか、5ユハラマサユキの奥さんは荒木ユミコ、6ユハラマサユキの現在、7ユハラマサユキの年収、8ユハラマサユキの自宅、9ユハラマサユキの息子の職業医者で結婚して突がいる。 かごや同居の噂も調査。湯原正幸のプロフィールと経歴。名前、湯原正幸、湯原正幸、生青年月日、1947年3月5日、76歳。出身地、茨城県牛久市。職業、歌手、タレント、俳優、司会者。ジャンル、J-POP、演歌、歌謡曲。活動期間、1964年から。 インザーシュベの新人コンクールに合格した後、東京音音楽学院でボーカルを学んだ湯原正幸さん。1964年にの日本テレビのホイホイミュージックスクールへの出演がきっかけで東洋企画に入社、マンド、スイングウエストにボーカルとして加入します。 1970年、スリングウエスト、再三後は、見知らぬ世界、でソロデビューするも人気が出ませんでした。一躍人気歌手となったのは、1971年ソロデビューから2枚目のシングルでスリングウエスト時代のリメイクとなる、雨のバラードのヒットでした。しかし、その後はなかなかヒット曲に恵まれず、コメディアンにも挑戦。 また、俳優としてテレビドラマに出演する一方、噂のチャンネルなどのテレビ番組の司会者としても活躍、マルチタレントとして重宝されるようになります。湯原正まに子供は何人湯原正まささんには子供が一人います。結婚1年目に生まれた男の子です。1984年生まれですから現在39歳になります。 名前は公表されていません。湯原正幸の息子の職業医者の噂。湯原正幸さんの息子が医者だという噂があります。結論から言えば、この噂はデマです。湯原正幸さんの息子は医者ではありません。 噂が浮上した理由として、湯原正幸さんの母親が糖尿病や認知症などで入退院を繰り返していたため、湯原正幸さんの息子が医者を目指そうと思ったのではないかという憶測が生まれたようです。その憶測のもと、湯原正幸さんの息子が医者になったと噂が一人歩きをしてしまったというのが真相です。湯原正幸の息子は結婚してるのか 湯原正幸さんの息子は現在結婚しています。今年の8月に湯原正幸さんの嫁荒木由美子さんが自身のインスタグラムを更新、息子夫婦と久しぶりに横浜の天ぷら屋さんに食べに行ったことを報告しています。湯原正幸さんが息子の嫁にお酌してもらう写真をアップし、湯原さんはお嫁ちゃんにお酌してもらって嬉しそう。 美味しい天ぷらと刺身をいただいてみんな幸せ、と書き込んでいました。湯原正幸に孫はいるのか、湯原正幸さんの息子が結婚していることはわかりましたが、現在孫がいるかどうかは情報がないのでわかりません。ですが、湯原正幸さんがニコニコ顔で孫の話をするのも遠い将来ではないでしょう。湯原正幸の息子は30代でも同居していた。 湯原正幸さんの息子は30代になっても独立せず、親と同居していることがわかりました。2017年のバイキングに出演した湯原正幸さんの妻荒木由美子さんが、息子が32歳で一緒に住んでいるのですが、20代、30代と大人だからいいだろうと言うけど、20代、30代でも教えないといけないことがまだあって、と語っています。 現在はわかりませんが、32歳の時点では息子は親と同居していたことは確かです。湯原正幸の奥さんは荒木由美子。伝述した通り、湯原正幸さんの嫁は歌手で女優の荒木由美子さんです。二人は、1983年に結婚しました。結婚当時、湯原正幸さんは36歳、荒木由美子さんは23歳。 13歳離れた二人は年の差婚として大いに話題となりました。荒木由美子の現在画像も美人。タンと介護の壮絶体験をしてたって本当。湯原正幸の介護が壮絶。結婚した直後から湯原正幸さんの母親の体調が悪くなりました。結婚後わずか2週間後に湯原正幸さんの母親は糖尿病から来る足の血栓で入院しました。 しかし、それが20年にも及ぶ介護生活の始まりだとは思ってもいなかったと言います。糖尿病の悪化と認知症まで発症して生活は大変なものでした。直接のお世話は嫁の荒木由美子さんが行いましたが、それを支える湯原正幸さんも想像を絶する体験をしています。 湯原正幸さんと荒木由美子さん夫婦にやっと新婚生活が訪れたのは、結婚から20年経った2003年でした。その年、湯原正幸さんの母親は、認知症とは思えないほどしっかりした口調で、ゆみちゃん、ありがとう。と荒木由美子さんの手を撫でて言い,い、最後を迎えたと言います。湯原正幸さん夫婦に穏やかな時間が訪れたのです。 湯原正まの現在、湯原正まささんは、現在も歌手や司会などをして活躍しています。また、鉄子の部屋などのテレビ番組にも精力的に出演しています。最近では YouTube でも歌を披露しています。2023年12月18日から23日までは長島温泉歌謡賞にも出演し、元気に生歌を披露する予定です。 新曲も発表したりと76歳になっても元気な湯原正幸さんです。湯原正幸の年収、湯原正幸ささんの年収についての情報はありません。公表もしていないため、どのくらいの年収があるのか定かではありません。が、現在でもラジオ番組やテレビ番組に出演し、 歌謡賞やディナー賞、新曲の発売など、精力的に歌手活動を続けているのを見ると、絶頂期よりは下がるかもしれませんが、2000万円以上はあるんじゃないでしょうか。湯原正之の自宅、湯原正幸さんの自宅についての情報は見つかりませんでした。 そのため、自宅の住所を特定することはできませんが、なんと自宅内にはスタジオがあり、毎日30分から1時間は過小しているとのこと。このことから大きな矢であることは間違いないようです。いつまでも現役歌手であるための体力作りなのでしょうね。湯原正幸の息子の職業医者で結婚して突がいる。かや同居の噂も調査。 今回は湯原正幸さんの息子にまつわる情報を紹介しました。湯原正幸さんには一人の息子がいますが、息子は一般人のため、名前や職業などは公表されていませんでしたね。夫婦仲も良く、幸せそうな湯原正幸さんの姿が見られました。また新しい情報が分かりましたらお知らせしていきますね。最後までお読みいただきありがとう。